ごめんなさい。もう天気もね、暑くなったり寒くなったりでね、今日はちょっと曇っててね、昨日まで夏日で汗かいて熱帯してたんですけどね、今日はちょっと曇りで20度ぐらいかな。今私こう来るまでね、大宮公園の裏通ってくるんですけど、桜もすっかりね、もう葉桜になってます。そうですね、うん、それに変わってね、今度ね、街路樹の花水木、うん、あれが咲いてきます。咲いてきてます。花水木の咲いてくる時期っていうのはね、盆栽祭りあるんです。3、4、5とね、今年も去年に引き続いて盆栽祭りありますけど、花水木の時期は盆栽祭り咲いてくるとそういう時期です。ありがとうございます。で今回ね、長寿梅持ってきてます、はい、で長寿梅は植え替え時期っていうのは春の植え替えと秋の植え替えってあるんですね、はい、私はね、大体春にやります。冬やる、秋にやりますとね、冬が来るんで管理がちょっと大変になりますね、うん、で春に植え替えすると根っこを切って、で切った根をね、寝伏せとかそういういろいろ増やすことができますんでね、はい、春のがちょっといいかなっていう感じです。こう長寿梅とかバラとかっていうのは根頭外視病って病気が出るんですよね、はい、コブができる病気、それを防ぐために大体秋にやって、うんうん、で冬に細菌の活動が止まって冬を起こすっていう、そういう植え替えですよね。だけど春でも中見ればね、こういっぱい出てたらもう処分、処分するしかないと思います。こうハサミでその根っこ切ったりするとそれが転生してきますね、他のやつに、うんうん、から結構ついてるやつは前あったのはこの木と、それからね、あと磯山椒、あとバラ、これ3つあったんですよ。磯山椒も処分、バラも処分して、まあ、もう捨てちゃった、どうしようもないですよ。取っていくとね、ほとんど根っこなくなってしまうんですよ。なくなっちゃう。でそのハサミを使ったりするとまた他のバラとかね、長寿梅に転生してきますんでね、もう処分してしまいました、ね、なるほど、うん、そんな状態ですので、春は気をつけない、ちょっとその根頭外視病かなと思います、はい、それに対するね、特効薬ってないんですよね。トレプトマイシンとかあるんですけど、あれは予防のための薬ですからね、そういうのを使ってハサミを消毒したり、木を一回その消毒液につけたりすることをしてますね、はい、で今回はね、ここに持ってきている木は、これ根上がりの木です。ずっとこう根っこです。ここから幹になってます、この上が。あ、そこ、ここまで根っこ、この部分だけが幹です。でちょっとかっこ悪いなって、こういうのが野望みたいなのが出てきますんでね、うん、これ全部取っちゃいます、この根から出てるやつは。はい、それとこれ花がちょっと咲いてます、うん、花が咲いてこう実がなってきちゃいますんでね、はい、よくこんな大きい実つけてる人いますけどね、うん、実をつけるとね、かなり木弱ってきますから、はい、私一回あったのがね、梅ですよ、うん、梅に花が咲いてそのままほっといたらね、ほとんどね、枝が枯れてしまいましたからね、うん、だから実はできるだけ花をもう取った方がいいんですよね。ほとんど花咲いたらこう取っちゃう人いますからね、うん、実はあんまりつけない方がいいです。こういうのが実になっていく途中の感じですね、ポッコリ落ちた、はいはい、でこう花ですね、もうこれなんかもう終わっちゃってますからね、うん、こういう花が終わったら取る、うん、もう取れと、これは今年になってまだ何も手入れてないんで、草とかこうこれ入ってます、これ、うん、しどみ、これが入っちゃうと大変なんですよね。しどみ、しどみ、これこれ、この3つ、このハート型の、あ、それこれいっぱい入ってますよ、うん、これです。これがまだこれ種できてないやつですけどね、種ができてそれがバーンって飛ぶんです、弾ける、放線花みたいに、はいはい、放線花って昔ありましたけどね、こう触るとバーって広がってくる、うん、これ何メーターも飛んでいくんです。でどん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 増えていくんですよね。だからこれは見つけ次第こう取らなくちゃいけないんですけど、うん、まず元に出てるとこを見てからですね、それからピンセット突っ込んで取るような、うまく取れないかな、まあ、後で取ります。あ、取れた、あ、切れちゃった、後で切れ取ります。これのを見つけたらすぐ取った方がいい、うん、これまずこう草取りですね、はい、でちょっとこれはね、土が流れないように水ごけ入ってますんで、はい、これをもう取っちゃってまた新しいのに周りだけやろうかなと思ってます、うん、でこの木にやることは草取りとこのヤゴメ、ヤゴっていうかな、これ枝になりそうなやつなんですけど、これ取っちゃいます、うん、根っこを見せるんですからね、うん、それとあともう一つ、これのちっちゃい版みたいなね、これもそう、これが、あ、これ実になりますかね、これ、あ、これ実ができちゃいます、
取れない。これまだ長いですよ。根っこがいっぱいある。これ根っこがもっと長く入ってるはずです、はい。ちなみにこの木は先生のこっちの長寿梅がかっこいいから真似して僕が作ってる長寿梅。これもね、大体同じぐらいですよね。これと、これのミニチュアサイズ。ミニチュアサイズ。もうだいぶ根っこ固まってきてるよね。そしてこれも、こう元のこういうのは野豪だですから。野豪。これ取っちゃう。はい。取って、で、これ植え替えします。はい。これは植え替えします。まだね、多分自立できないんですよ、これ。これで支えとかないと多分。うん、多分ダメだろうね。うん。で、これですね。これも、こう野豪。これいっぱい出てるんですよ、これ。うんうんうん。これ全部取んなくちゃない。取んないと、これみんなこう取ってきます。野豪枝を取ってきますけど、取る。これ今の時期。うん。これ。うん？なんかあるんですか、野豪枝？アブラムシ。アブラムシ？うん。え？同じ色だから脈つかむでしょ。ああ、いっぱいいる。いっぱいいるでしょ、これ。ブツブツ。浸透構成の殺虫剤。はい。マグアンプデーっていうのがちょっと巻いてあるんですけど、それでもくっついちゃう。液体の消毒液かけないとダメかもわからないですね、これね。ヤゴ枝につきやすいですか？ん？ヤゴ枝につきやすいですか？いや。ヤゴ枝につきやすいんですか？アブラムシは。アブラムシはヤゴ枝につきやすいとかあるんですか？何こうつくのは、うん、この今のこの新芽ね、はいはい、新芽につきやすいですね。新芽とこれですよ。これもうついてないかな。これ花取るとこからだ。こういうとこにこれはついてないか。こういうとこにつきやすいんだ。そう、これ花取ってみるとね、こういうとこにつきますから。取るとこうやって花つんできます。うわぁ。グリーンだ。うん。ベタベタしてる。油だ。で、こう鼻取ってて、ベタベタしたら、油もひっついてますからね。なるほど。消毒です。そしたら、新芽につくから、今の時期かなり油虫ついてると思いますよ。うん。これは消毒されてるのかな？これはついてないですね。そうですね。うん。これも大丈夫だ。消毒は何使いますか？殺虫剤ですから、マラソンとかスミチュンでいいですよ。マラソンとかスミチュン。千倍液ぐらいで。うん。で、添削剤1滴か2滴で、1リッターに。なるほど。1滴か2滴入れて散布するべきです。ありがとうございます。で、やっぱり風のない朝か夕方ですね。日がガンガン当たってやったら散布しちゃうと薬害を起こしますんでね。なるほど。朝か夕方やった方がいいと思います。うん。あ、ここいっぱいいる。いっぱいいるでしょ。うわ、ここもいっぱいいる。一番日当たりのいいとこは置いてあるんですよ、これ。うん。日当たり日陰になってる。多分日陰についてる。とか。それで、あと肥料なんですけどね。はい。肥料は結構もうやってもいいと思います、うん、古い木あんまりやんだ方がいいですよ。これやりすぎてちょっと若返って枝もおかしくなって、うん、若い木は肥料ガンガンやってもいいです、うん、ちょっと普通の盆栽より多めに肥料やってもいいと思います、はい、リン酸分の多い肥料をですね、私やってるのはマグアンプデーっていうのをやってるんですけど、ここ袋持ってきた、はい、マグアンプで、マグアンプで、で、窒素が6でしょ、リン酸40、カリが6、マグネシウム15、640、普通のやつだと大体同じなんですよ、これ、10、10、10とかね、そういう状態で、でっていうのは、これ、殺虫剤も入ってるんですよ、へぇ、K っていうのもあるんですよ、K はね、殺虫剤入ってない、はい、中に混ぜ込む、混ぜるやつ、これは上へ置けるタイプ、両方使えるんです、これ、実物とか、花物は、これがいいと思います。はい、前ね普通の有機肥料と、うん、それからコップを一緒にやってたんですよね、はい、でコップってなんか狂牛病とか一回あったでしょ、はい、あとコップなくなっちゃって、それから私はずっとやってないんですけどね、これがあったんで結構リン酸分が多い、うん、これいいと思うんですよ。ケーってやったらね、殺虫剤がなくてこう成分同じです。うわ、成分同じなの。同じ、この成分は同じで、この肥料成分ですね、はい、これは同じです。で、ここ殺虫剤が入ってるか入ってないかですから。K っていうのは粒の大きさがいろいろあるんで、3種類くらいあったかな。で、1年大きい粒の方が年数持ちます。土の中に混ぜ込む肥料、はい、これは上を置いてもいいです。混ぜてもいいんですね、これ。これ1ヶ月ぐらい、うーん、1ヶ月ぐらいにこう上げてる。おすすめで、うん、はい。まずね、こっちの余分な枝取っちゃいます、葉っぱ、はい、それからこれを植え替えします。これはもう
値上がりですよね。作る人のね、ホースの中へ、うん、網とかね、これをそうですね、ホースとか、塩ビのパイプとか、うん、あれなんかですね、とにかく根をこう出させてって、ちょっとずつ上からはそうをつくような減らしとくっていうね。こう中に入ってる状態で根っこはあんまり太んないですからね、はい、こういうふうに空気にさらされる状態になってからこう木が固まってて太ってきますからね、相当年数かかりますので、そうですよね。ただね、この長寿梅の面白いっていうのはもう小さくも作れる、うん、最大大きくてもこのぐらいですよ、まあ、そうですね、このぐらいか、うん、で小さいのをちょっと残してるんですけど、これこれもっと小さくなると思う、うん、そうですね。これ根っこがね、ちょっと余分な根っこがなくてばらしてここに入れた去年、そしたらできたんですほら、結構幹も太くなって肌もすぐくると思うんです。これはバーミキュライトの中に入れてるんですよね。バーミキュライト、うん、でこれ取ってやす、はい、結構ね、最近ずっと植え替えやってたんですけどね、はい、この日本製赤玉っていうのは3年ぐらい経っても粒が残ってますね、これね、すごい。この上がね、ちょっと黒くね、粒が溶けちゃった状態でも、うん、中は粒しっかりしてる。してました。3年は持つ、これ。ただホームセンターなんかで売ってる安い赤玉はあれっか使ったことあるんですけどね、持たないさ。そうですね、粉になっちゃって水が通らなくなっちゃう、すぐ、うん、潰れちゃいますね。やっぱり、ね、ちょっと高いですけど、盆栽には硬質な赤玉はいいですね。そうですね、うん、植え替えもあんまり頻繁にやるようなのはないですね。もし小白類なんかだとね、頻繁に植え替えやっちゃうと木が弱っちゃうんで、土のこう粒が持つような状態の方がいいと思います、うん、これも枝にならないようなやつを切って、うん、根っこにするんだからこんな余分だと思ってるんだ私は。あ、邪魔するとここで、ね、上だけ枝代わりにいてます、うん、でもこういう風に枝残すとこもあるじゃないですか、うん、こういうのはやっぱこの辺にあったらいいなーで残してるんですか。これはやっぱり、ね、もっとこうあったんだけど、いっぱい枯れてこう枝がちょこっとあったんですよ、これもともと。もともと。うん。3分の半分ぐらいか、これ、うん、で。下の方はもう根っこでこう根上がりっていうのを見せたいと思う。本当は。これ下はなくす。この辺、これもいらないかなっていう感じでね。大体ここですからね。うん。多分ね、これつけとくとね、こっちの方がダメになってくんじゃないかと思う、うん、なるほど。そしたらすごいちっちゃくなっちゃう、うん、これ後から出てくるんですか。そうですね、切っても切っても出てきますよね。取っても出てくるんですか。これ取らないとコブになってきちゃうんだよ、まあ、葉っぱがあるとこが太ってくるんでしょうね、うん、きっとね。赤いし取ってくるんですね。これ箸やね、だらーってなっちゃう、つっかぶしちゃう。箸をしとかないと倒れちゃうんだ。かっこ悪いけどさ、飾るときどうするんですか。ん、飾るときはどうしてる。取る、取って自立できます。多分大丈夫だと、少し傾くと。あ、でもあんま変わんないですね。ちょっと倒れたか、うん、倒れた。やっぱいい木ですね、これね。面白い。新白でこういうね、ひょろひょろっとした木あるけど、うん、こういうのあると面白いけどね。長寿梅じゃ珍しい。新白の値上がり作ってみるか。新白ね、値上がりの作り方。今こう新芽が伸びてきてるんですよ。はい。これ今切りますね、これ。これ6月ぐらいまで置いておきます。この先端から出てるやつですね。そう、幹がこう色が変わってきて、はい、木が固まってきてから2葉ぐらいまで詰めてきた。伸びすぎようだったら先端だけ詰んでおくんです。この木が今グリーンですけどね、はい、これが茶色くなってきますから、うん、で6月ぐらいになると木が固まります。しっかりしてきます。そしたら2葉ぐらいで切ってくる。それは短くて枝分かれを作っていく。今これでやっちゃうとね、多分枝が分かれが出てこないと思うんですよ、早すぎて。なるほど。で6月ぐらいまで我慢して、うん、そっからは切り詰める、うん、であと秋にもう一回やるさ。これは植え替えしない。うん、これは植え替えしない。一応ね、これはここまでです。はい。で新芽はこのまましときます。はい。でこっち行きましょう。はい。これの鉢はこうか。鉢はこんだけあるさ。はい。これが
が盆栽球。盆栽球。でこれ山明。山明。山明。はい。これが高志さん。これも高志でやってるのかな。でこれが根の松がですね。根の松。これ販売するのお祭りで。これそうですね。もう今こういうの作ってないですけど。使ってない。今あの変な気持ち悪い鉢作ってます。在庫限定。在庫限定。在庫まだちょろっとあります。在庫限りだ。はい。どれにしようかなって大きさ的にはね、うん、これじゃちょっと浅いと思うんだよね、うん、こんだけ入ってからね、うん、そうですね、切りのためにね、深さ的にはこれ、うん、ちょっと大きいような気もかなり指向性があるんだ。じゃあこういうね長方の鉢でもいいかなっていう感じする。なるほど、ちょっと寄せて、そう、これもういいんだ、ちょっと大きいかなっていう感じですね、うん、じゃあこのちょっと後で合わせてさ、この3つ長方を使ってみ見たらどうかなと思うんですよ。なるほど。じゃあこっちは一回錆びちゃいますよ。バラしていますね、はい、ちょっとこれ針金外して、はい、木が独立できるかどうか。あ、ちょっと、ちょっと待って見たい多分ダメだと思うけど、もう一回。 お意外か。あ、このね一応これ針金取りますね、この君で、はい、残念でした。あ、その前にねこれ取っちゃうね、下のヤゴ。はい、こういらないね、これね、うん、これあのこういう長寿梅っていうのは下の方が強いんだよね、こっちは弱いから、はい、こういうのでこっちやられちゃうんだよね。一回外します。いつになったらしっかりしていくかな自立する時が来るのかな、この人独立できるかどうか、独立できるかどうか。だいぶ浅いですね。そう、これいつ買えた？去年。去年、うん、ああだから結構赤玉がこうしっかりしてるよね。残ってますね、まだ残ってる、うん、これを将来的にはこういう風になりますか？なるとね、ここがしっかりしてくれ、もっと太ってくれね、うん、この若い木だから肥料をもっとやっていいんじゃない、これもっと肥料で、マグアンプ入れようか、これ。 あそうですね、うん、長寿梅は肥料が大好きだって。普通の盆栽よりちょっと多めで構わないですよ。多めでいいみたい。あの有機肥料だったらね、私一回これ、うん、鉢の周り全部やった、隙間なく。そんなにでも大丈夫です、ただし水はけ良くなってたもんですよ。ああ根詰まりしちゃうから、肥料もね、この冬でもねやっといていいんですよ、うんうん、で古い木はあんまりやらない方がいいです、はい、で植え替えたては通常肥料はやめた方がいいです、うん。これじゃ大きいやね、うん、もうこっちは入りますよ。大きめに、ちょっと大きめの方がいいかな。もう入りますよ、はい、うん、これ厳しいよ、これ厳しい。このぐらいに上がった方がいいか、深い方がいい、ね、深い方がいい。じゃあこれでいいんじゃないですか。これだったらマジでやる。これ入れとく。そうしますか。ちょっと大きい感じだけどね、うん、これは安全だと思うけどな、うん、そうしましょう。太らせたいですもん、うん、まあ、このぐらいのサイズが木とのバランスがいいかと思うんだけどね。本当はそうですね、うん、ね、ちょっと大きいけど今までこれ入ってた、今まで土入ってた方がいいかなと思う、うん、とりあえずこれにしましょう。また来年もっといい鉢あったら、盆栽球の鉢もっと今度釉薬かかったやつがいいな。今度釉薬持ってきます。7個あってもなんか鉢っていいのはね。ね、正面はね、ここだ、うん、どっちですかね。ここがしっかりしてるんだ。こっちだとここがコブになって見えるから、うん、はい、ここにしよう。はい、正面が決まりました。だから長寿梅ここまで値上がりするの大変だな、これ。そうですね、これ自分でやったの最初。いい、違います、違います。似たようなのを探して買った感じです、うん、これだって何年かかるんだろうって感じですよね。何年もかかるよ、これ。ここまでで、はい、これマグアンプですか。これマグアンプ。すげえ、こんなのに入れてるんですか。雨降っても大丈夫だよ、外出したから。あ、炭もこうやって、これ炭もこうやって入れてるんだ。入れちゃう、ペットボトルで入れちゃう。あ、これの方が使いや汚れないか。これ心拍を入れるときに、心拍って酸性土壌を嫌うから、はい、いくらか中和されるみたいな。うん、炭よく入れてる人いますね。これはね、バーベキューで使う
炭、あれを砕いたんだけどね、うん、大変だね。まあ汚れますよね、多分ね。そう、真っ黒になっちゃったな。なかなか細かくなんないんだよ。そうですね、大変でしょうね。変だった、こう一箱買ってきてさ、金槌でかっこやってさ、結構硬いんだよ。真っ黒になっちゃいますよ。で、園芸センター行ったらね、砕いた炭売ってた。しっかりですね、それ。あ、これもこれ鉢底のやつ、鉢底使いやすいように、使いやすいようにこうやって切り離せるように。なるほど。でこれを入れていきます。はい、これね、鉢底留める、はい、この穴に合わせます。今年の夏も暑いのかな。暑いですよ、絶対。4月で25度なんですよ。4月で25度あるんですよ、今。去年の暑さで髄の中2つやられちゃったもん。あ、ちょっと多めに入れてる感じですか。ちょっと多いかもわかんない。1平方メートルあたり 100g って書いてあった。1平方、難しいな。鉢で五合鉢でスプーンがついてるんだけど、あれで2杯くらいかな。へえ、五合鉢で2杯じゃあ、これ観光性だから大丈夫ですね。一応、これはゆっくり溶けて1年ぐらい効くんですよね。これね、すぐ3年ぐらい効くやつなんだ。もっと大きいやつ、大きいやつ、うん、一応これはだから確か1年ぐらいだった。これ1年ぐらいだ、うん、こっちは1ヶ月ぐらいか。マグマップ K だっけ。 K じゃない、 D の、 D の、うん、これ少し炭も入れますか。はい、一番下に入れる。こっちこれは多分入れても入れなくてもどっちでも大丈夫なんですか。うん、これ大丈夫だけど、こう入れる人もいるよ。ああ、長寿梅に。うん、長寿梅はさ、肥料をちょっと多めにやるからね、はいはい、土が酸性化するみたいよ、いくらか。あ、でそれを緩和するためにそこに炭を入れる人もいるみたいな。こっちに行くわ、反対の地とか。ここで日が当たってたんだよ。うん、葉っぱが 上向いちゃってます。うん、こうやってやってくれば、こっち日が当たればこっちにできるから、うん、よし、これでいこう。はい、これ、増やし方の一つとして、根っこがこうぐるぐる鉢の中回ってりゃね、うん、根伏せができるんだよね。根伏せね。根っこ10センチぐらい切って埋めておくと、そこから芽が出てくるから。なるほど。根っこが結構模様がついてなるからね、それ作ると面白いのができるから。根伏せ上げたやつがあるんですけど。根伏せやったやつある。もうね、全部植え替えちゃって。植え替えちゃったんだ。だからあんまり分かんないですね、今。そうするとね、根っこ結構いい模様がついてなるからね、いい気ができますよね、根伏せの方がね。水かけて、はい、かけ張ります。ちょっと鉢通してみる。うん、なんか寝癖いっぱいあるんですけど、うん、全部編み込んでなんかこう塊にしちゃったんですよ。塊にしちゃったの。そうだから、これは まだ見えるかなっていう、うん、こういうとこ、こういう模様つかないからね。そうですね、針金かけたんじゃね。うん、多分15個ぐらい今年植え替えたんで楽しみです。なんかこういうなんか塊みたいなの作りたいなと思って、うん、ちょっと今実験してます。これ何年ぐらい経ってる。これだから1年前に寝伏せしたから 2年目。2年目か、うん、根っこぐるぐる回って、前はみんな捨てちゃってたんだね。あ、そうですか。僕もみんなが捨てたやつを拾って、ね、全部拾ってやって。そうそうそう。それが一番ね。そうそうそう。寝伏せって一番いいと思う、寝伏せが、うん。
ただ針金かけたじゃ本当こういう模様つかないよ。そうですね。これ苔貼ってきます。苔ちょっと苔大きいな。これかれた根が結構ある、うん、少し土落としておくから。うん、そうですね。それ枯れてる。これは取っちゃっても大丈夫だな。そうですね。支えてないもんね。結構太いのが枯れてんだな。生きてるのか。枯れてるわ。ちょっとやっぱり鉢大きいね。鉢大きい。でもいいですね。うん。うん、将来は楽しみですよ。本当に似てるようなことと。そうですね。こういうの少ないからね。いや初めて見ましたよ、ね、むしろ。こちょこっとこう短いのあるけど、うん、こんだけ長いのはないよ。そうですね。今回ね長寿梅やったんですけど、はい、長寿梅っていうのは必ず一人で一個持っていたい木だと思うね。そうですね、まあ、大きくもね小さくも作れるしね、うんうん、結構値段的にも結構高いんだよねこれね。そうですね、高いのから安いのまでありますね、うん、小さく作れるし大きくも作れるし、大体あの長寿梅だとこの何メートル伸びる木じゃないからね、はい、こう小さいのを作れるな、うん、で今結構小さいの生えて、私もねここにちょっと持ってきたんですけど、はい、こういうの、うん、これ今バイエット、この木は根っこがこの辺かな、この辺から、この辺のやつ、うんうん、少しずつ出してたんですよ、はい、こう根っこだから、うん、で長くしちゃってで針金かけたらこう入れきつく曲げたりしたんで枯れてしまった、うんうん、これね。だけどそのなりに木は自分で何か作ってくる。で根っこを出しておけば、はい、ある程度太ってくるから今いくらか太くなってきたんですけどね、はい、これよりもっと細かった この部分が、うん、で出しておいたためにこう太ってきて少し。なるほど。手元がこれも同じ。それで長寿梅っていうのは太りは遅いからね、うん、で針金もね結構長い間かけてても大丈夫です。ここはいいですね、うん、この辺が ねこれもね、うん、もう一つあったんですよ。ここにこっち枯れちゃったの本体が。なるほど。で残った方これ。これは根伏せで作ったんですか。これ違う、ある程度できてたのこれは。あ、うん、ちょっといいなと思ってね、2つあったら2本で出来上がってていいなと思って買ったんですけど、こっち枯れちゃったな。なるほどね。だからあのそのまましといたらこう出てきてきたから、うん、いいですね、うん、こういう模様がね、これ寝伏せっぽいですよね、うん、ぽいな。こういう模様つかないからね。つかないですよね。これ元気がいいですよやっぱね、うん、普通の挿し木とは違った根上がりと寝伏せっていう作り方もいいですね。花もね、これ四季咲きだからね、はい、年2回ぐらい楽しめる、はい、これで葉っぱが出て花が咲いたんですよね、うん、葉っぱが全部落ちて花だけ上がって咲いた、いろいろ楽しめる木だから。なるほど、うん、ぜひね長寿梅って持っててもいい木だな、いいと思いますよ。今回あの長寿梅やりましたけど、植え替えはねちょっとこれだけだったんですけど、こっちもこれはね、こっちの大きい方を植え替えしようかなと思ってたんです。大変だからやめたんです。大変だからやめたんですね。うん、大変ですよね、これ。鉢もね、これ、こっちの鉢はあのごつすぎてね、もっといい鉢入ってたんですよ。風で棚から落っこって割れちゃった。あららら。しばらくこれ入れたままなんだけど、うん。ただこれから気をつけるのは、アブラムシ。アブラムシ。うん、こう先端見てってください。で、こう触るとね、手があの緑色になります。はい。そしたら消毒してください。殺菌。はい、殺菌と殺虫剤一緒に混ぜてもいいと思うんですよ。うん。あの、スミチオンとかマラソンとか、スミチオンマラソンは1個ずつかな。はい。で、あと殺菌剤、ベンネットとかね、ああいうやつ一緒に混ぜて使って、で、沈着剤入れてかけてください。はい。それやっといた方がいいと思います。特にあとね、これに限らずね、私のところだとね、うん、あの梅。梅。梅にね、あの貝殻虫つくんですよ。うん、つか上から見てわかんない。なんか日当たり結構いいと、下から見てびっちりついててね、あの樹勢がなくなっちゃったりするんでね、なんかおかしいなと思ったら下に貝殻虫いっぱいついてる。なるほど。それはもうブラシで取る、ピッチで取る。そういうこれから昆虫の、ね、動き活発になってくるんで、その前にこう木を新芽特に見てって、虫の退治、うん、あと病気、うん、それを気をつけてやってったら木があの喜ぶんじゃないかなと思います、はい、うん、以上ですね。急に終わるんですね。はい、先生ありがとうございました。はい。
you